こんにちは。今日はヘドマスターホラトロンエイプフェイス紹介しようと思います。史上初のゴリラトランスフォーマー、一体どんなトランスフォーマーを見せてくれるのでしょうか。それではやってみようと思います。ゴリラというにはいろいろありますが、まあさすがに87年のアイテムなので、そこはちょっとだけ目をつぶってください。それでは始めます。まずはヘッドマスター取り外します。ロボットモードにトランスフォームです。パートナースパーサー、ゴリラの腕を畳みましょう。左右同様です。このまま騙し絵的にひっくり返して足を引っ張り出します。ゴリラの足を畳み直して腕を横に戻します。腕を引っ張り出してパートナー、改めてヘッドオンです。先ほどのエピエースゴリラモードは背中でしたが、今度はすねの裏側、ふくらはぎの部分が顔になっているんですね。ヘッドオンです。パワーメーターがここで起動します。スピード、ストレングス、インテリジェンス、やっぱり動物型はちょっと頭悪いって設定になっているですね。さて、従来のヘッドマスターは動物からロボット、ロボットから動物、このパターンしかありませんでしたが、ホラートロン、彼およびスナップドラゴンはもうワンクッションあります。トリプルチェンジなんですね。パートナーを戻します。足を戻し、今度は腕を戻しましょう。左右同様です。ゴリラの足も伸ばします。ピンクのパーツ伸ばしましょう。繰り返して翼を広げます。余剰パーツになってた尾翼、ロボットの時はシールドとして使用するようですね。この銃、本来はデフォルトではめるパーツではないのですが、穴が開いているのでセットできます。そしてパートナー、ヘッドマスターといえばやはりコクピットに乗れる、この素敵なギミックが入っているおかげでシチュエーションを楽しむことができるんですね。ジェットモード、この手とかどうにかできなかったのかななんて今なら思いますが、リメイクを期待してたのですが、タイタンズリターンズでは残念ながらエピフェイス頭しかリリースされてないようです。いつかボディが発売されること期待しましょう。 G1 の名作ホラトロンでした。以上です。